関西弁、デジタルムーバー、そしてとあるボクサー、この3つでね、牛太郎と一緒に30年前を見ていこう。一緒にね、懐かしいって言おうね。まずこれ、関西弁、この関西弁が東京ではタブーの関西弁、若者にはすんなり浸透いうことで話題になっとるの。その昔東京の方じゃ関西弁は受け入れてもらえんかったんじゃけどね、30年前の今頃からすんなり浸透しとるいうことじゃね。おそらくじゃけどこの影響はダウンタウンの影響があるとわしゃ思う。東京に出てって売れてね、お笑いっていうものはやっぱり関西弁が強いけ、それで関西弁が徐々に浸透していったんじゃないんかね。ということで始まりました、30年前の今日、平成5年11月8日の新聞や出来事。これはね、わしが毎日ツイッターでつぶやいとる、これ30年前の新聞出来事、これが元ネタじゃけね、こちらの方のフォローもよろしくお願いします。よし行こう。これデジタルムーバー、このデジタルムーバーの保証金10万円が不要いうことで話題になっとるの。30年ぐらい前にね、携帯電話持とう思うたらね、おそらく30万ぐらいかかっとったと思う。そのうちの10万円が保証金じゃったんじゃけど、それがなくなったよいうことじゃね。わしらの世代にはこの画面に映っとる昔の携帯、懐かしいって思う人もおるんじゃないんかね。よし次、イベンターホリフィールド、これアメリカのボクサーね。このアメリカのボクサーが WBA IBF ヘビー級王座が奪回いうことで話題になっとるの。これはもう言わずと知れたね、アメリカのボクサー、1962年生まれ、三団体時代にね、2階級で三団体統一王者になった唯一のボクサーでね、まあ有名なタイソンのライバルとしてもよく話に出てくる。わしこの人大好きじゃった。この人がヘビー級王座奪回いうことがニュースになっとるね。以上30年前の今日でした。明日も見てね。ほいじゃのー。